しゃべくりマッチシロ始まるよ。ありがとう。こんばんは。1月30日今日は1月最後のしゃべくりマッチシロ第66回です。ついこの間年が明けたと思いましたらもう1ヶ月過ぎてしまいました。今日のしゃべくり松代はパーソナリティ初心者の森山と宮本でお送りします。で今日のゲストは殿町にお住まいのパッチワークキルト制作者の水沢よし子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。パッチワークキルト、キルトって言いますとね、私などは昔読んだ赤毛のアンなどによく出てくるキルトという言葉に憧れの気持ちを持ったものなのですけれども、今は装飾的なものという受け取られ方が一般的だと思います。水沢さんには制作に関してのご苦労とか楽しみについてお話を伺えたらと思っています。水沢さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。早速ですが今日はいくつか作品をお持ちいただきました。拝見しながらお話を伺っていこうと思っています。の後ろにとても大きなものがありますが、これは、壁掛けということでよろしいんでしょうか。ちょっと説明していただけますか。そうですね、これ一応私は壁掛けとして作りましたけど、大きいので各家庭のお宅ではちょっと飾るに場所が取るし、あれでもただ今まで畳んでねしといたんですけどね。とてもね豪華でね、こんなのがお部屋に飾ってあったらね、とてもあのお部屋が華やかになりますよね。これだけの大きさのものってなりますと、そうあの制作日数はどのくらいかかるんでしょうか。そうですね、勤めながら半年ぐらいかかるかしら。半年ですか。根気のいる仕事ですね。何しろこういうのはね、根気仕事なんですよね。すごいですね。本当にあの私なんかよりちょっとねあの気が遠くなるような日数だと思うんですけれどね。はい、そしてもう一つこのあのその横にあるこちら細長い作品ですけれども、ちょっと拝見するとなんか掛け軸風な感じがしますね。そういう捉えでよろしいんでしょうか。一応掛け軸として、はい、あの正月に飾ってもいいなと思ってね、あの本を見ながら作ったんですけど、このあのやっぱり本の図が小さいので、うん、コピーで拡大拡大で連続になっているので何枚かね拡大してやりましたけど、あその図案を起こすにもね、で生地はほとんど着物の天桐二礼を使ってやったから、ちょっと落ち着いてていいなと思います。生地はあの着物なんですね。着物の生地なんですね。ですあなるほどね。だからあのいいね、本当に和的なものがこう表されていい感じになってるんですね。なるほどね。着物もね今なかなか着ませんもの ね、こういうものに自分が着てたものがねあの利用できればとてもいいですね。はい、まあね、さっきも話しましたんですけど、針を持った人のある持ったことのある人でしたらね、あの一度は切るとやってみたいななんて私もねそうだったんですけど、あの、まあ、お話伺えばなおさらちょっと私のような気もしますけれども、水沢さんはなぜあのパッチワークをやろうと思われたんですか。その辺あの始めるきっかけなんかお話いただけますか。まあ、私も若い時学校終わってから、ね、あの和服の勉強をして先生の元へついてね、で和服の勉強をしてたんですけど、結婚するようになってからね、あの今度
うちにいてもあれだから、うちにいて編み物を、機械編みを盛んにその時は流行してたので、機械編みをやって、それからだんだん子供を勤めたこともないし、子供も手離れたから、じゃあ勤めながら、うん、その頃はちょうどパッチワークが盛んになってたので、うん、パッチワークじゃやってみようと思ってね、やりだしたらなんか面白くてやめられなくなって、もう何年もやってます。編み物もね、お子さんのものなんかよく作られたんですか、ね、もういいですね。じゃあ、そのキルトがこう一般の人にね、知られるようになって、まあ、結構長いですよね、じゃあキルトをやられてから何年くらいになられますか。17、18年ですよね。あ、そんなになるんですか、すごいですね。じゃあやっぱりこう縫うものっていうかね、その細かい作業がお好きなんですね、そうね、何かこう、手作りやってないと気が済む。いいですね。いや、最初はどうやってこう学ばれたんですか。学習を始められたのはどういう形でされてったんですか。まあ、一番初めはもう自分で図案考えるっていうのもね、だから本をね、通信の本を買って、でその本を見ながら、拡大でやって、やってるんですけど、その本にもなかなか難しいし、また生地がね、なかなか手に入らない、思うような生地が、そうですね、ぼやしの生地とかね、そういうものがなかなか手に入らないので、あちこち行って探して、だって最初通信教育ってやっぱり本が小さいですもんね。それの図案見ても、ね、なかなかそのまま使うってわけにいかないですね。だからコピーできない時は自分で書いてね、書いてね、パッチワークもね、いろんな種類ありますけど、これなんかはあれですよね、これは今盛んなだっけ、ハワイアンキルトで、キャッシー中島さんの、そうですね、あの方が盛んにやってる、そうですね、あとタペストリーとかね、たくさん作ってらっしゃるので、ちょっとその辺をねご紹介いただきたいなって思うんですけれど、こちらにいくつかお持ちいただきました。これはお正月のものですかね。そうですね、はい、お正月の合唱ね、はい、この字も自分で考えながら書いたんです。そうなんですか、いいデザインですね。これはコピーなかったもので、お、自分で考えられて、素敵です。はい、じゃあ次の作品をお願いします。あ、お雛様ですね。そうですね、エビナ、立ち雛で、これからいいですね、ちょうど季節ですね、これからも。これはね、もう何年か前にね、婦人会で手芸クラブっていうのがあったんです。その手芸のところへ入ってる時にね、鍛冶町の松下先生が、材料揃えてくれて、一斉にだからみんな同じ生地で、生地も同じで、同じ形で、後ろの細かいピンクはやはり桜ね、ああいうのがまた可愛くていいですね。はい、じゃあ次お願いします。お、もうね、すぐ分かりますね、こういうのぼり、はい、吹き流しもちゃんとあってちょっと立体的なんですよね、この苔がね、鱗がね、それみんな三角に折ってね、縫い付けてって、わかりますね、素敵ですね。このね、こいのぼりもね、もう早くに作りたいと思っていたんですけど、これこいのぼり作ったのが去年、一昨年。あ、そうか、いい感じのね、鱗になってます。はい、お、爽やかな、ね、これは夏の水鳥でね、なるほど、あ、ステンドグラス風ですね、お、クリスマスですね、そうですね、
ステンドグラス。中央が、中央は金色ですかね。え、金、金の布が、布というか、ね、あれがありまして、ええ、あ、こんなのがね、クリスマスに飾ってあったら本当に雰囲気いいですね。で、あ、裏はね、やっぱりあの表だけじゃないんですよね。やっぱり裏の生地もその季節、季節に ね、合わせたものを使ってられてすごいなって、やっぱり細かなところまでね、あの配慮がされてるなって思って拝見してます。素敵です。で、これは花籠の少女。花籠の少女ね。私拝見してね、このお髪、お少女の髪の毛が、あの、これはこう縫い取りというかあれじゃなくて、あの刺繍でやってらっしゃるんですね。ステッチ刺繍っていうのかしらね。ステッチ刺繍ね、なかなかこのお髪が苦労して苦労して、もうお花より苦労し、あ、そうなんですか、しましたよね。でもその苦労のやっぱり甲斐があって、とってもあの存在感のあるお髪でね、あのいい雰囲気にあの作られてますね。本当素敵だと思います。あの人形の裏のステッチもね、はい、細かくやったから、なおさら、はい、この人が浮いてきたみたいな、ね、そういうこともあるんですね、この、水が流れるようなね、波紋のような形の、とてもいいです。ステッチがね。ステッチですねって今ね、周りからね、ダジャレかな。ちょっと、親父ギャグが入りましたけど、ちょっと寒くなっちゃいました。はい、ありがとうございます。で、まあ、今ね、こうやって拝見してても本当に大変だと思うんですけど、制作で苦労するって、さっきもね、図案を考えるのも大変だっておっしゃってましたけれども、そんなところもありますかね。図案もそうだし、針目がやっぱり揃わないとね、見たとこ悪いし、そうですね、あと根気ですよね。まあそれが一番大変ですかね。ね、本当にね、でもそのいつもアンテナを張ってその図案を探してらっしゃるっていうね、お話も。ね、ちょっとよく ね、テレビ見てるとバッグにね、ちょっといいステンドグラスのようなバッグがあるときは慌てて写真、カメラ向けてね撮るんですけど、なかなかその人間どいてくれればいいのにと思うんだけど、あなたは邪魔なの、そっちのカバーそれだけと思うんですけど、なかなかね。なるほどね。あと本当にさっきも裏を見せていただいたんですけど、土台作りもね、大変だってお話ですけれども、やっぱし土台も一番裏の生地やって、その上にパッチワーク用の綿を入れてね、それから今度本体の布をやって、それからしつけをして、それから今度模様をこの特に黒い布だとちょっといくら描いてもね、わからない、夜やるからわからない時があるの。だからそれをもうチャコペンでも今夜はここからここまでやろうっていうのを決めて、そこで描いてでやっていくんですけど、それも気になる遠くなるようなお話ですよね。そうなんですよ。本当にね、本当に今ね、たくさん、作品拝見したんですけれども、その他にもね、こんな可愛いのも、これはね、コースターなんです。コースターね、ちょっとごめんなさい、時間がちょっとなくなってきちゃって、ちょっと大急ぎで他の作品も紹介したいと思います。こんなね、これバッグですよね。いいですね、こういうの実用的で本当に皆さんに喜ばれるんじゃないですか。みんな欲しいってもういくつもあったけど、皆さんにみんな欲しい人にあげちゃって、これだけになってしまって。すいません。で、ね、これ今までこう展示会もねされたってことなんですけれども、これからのこう予定とか夢とかありましたら、ちょっとお話しいただければと思いますけれども。
そうね、まあパッチワークもあれなんですけど、今殿町でその女性会っていうものがあって、そこでもう何人か手編みの講習っていうかね、みんなであの先生抜きで押し合いっこして、で手編みの教室をやってるんです。はい、それでまあ9月から10今年の9月か10月頃その手編みの展示を日の地亭でやりますので、また皆さんよろしかったら見に行ってください。はい、ありがとうございました。今日はちょっと最後駆け足になってしまいました。あのぜひあのいい活躍をまた期待したいと思います。ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。さて来週のしゃべくり真っ白なんですけども、通常ですとねこちらに三田さんがいるんですけども、今日は一人っきりでね寂しくてね、なんかいつもね二人でいるのに今日一人だとねなんか緊張しますね変に、ということで、今日はね何を言うかわかんないんですけども、一応ですね来週の、2月6日月曜日なんですけども、パーソナリティは私どものマガリオさんですね。そしてゲストなんですけども、エコールド真っ白の折り紙専科の皆さんですね。内容なんですけども、私今日何も聞いてなくて、折り紙専科の方なんで、多分折り紙でしょうね折り紙をここで作ってくれるんじゃないかと思うんですけどね。一応今日三田さん出張でねいなくてですね、私分かりませんので、来週のしゃべくり真っ白はエコールド皆さんの折り紙専科の皆さんということだけしか分かりません。それでは来週お楽しみに。しゃべくり松代、また見てね。